こんにちはなんかねその戦争はいつも老人が起こして若者が犠牲になるっていう言葉があって中学の頃に確かにそうだなと思ったんですけどもそれからずっと変わんないですね。で今回の感染症騒動も同じでなんかその感染リスクや死亡リスクの高い老人を守るために社会的な風潮がですね まあ学校への自粛とか学級閉鎖とか若者の路上飲み会のなんかね抑制とかね若者の思い出とか人生経験とかをどんどんこうなくしていく方向にいったんじゃないかなと思うんですよ。もちろんねたくさんのいいこと悪いこと経験を積んで60代70代80代と時間をお過ごしになったあの お年を召された方への敬意ととかか安全とか、うん、最後の配慮っていうのはもちろん持とうと思いますけどもでもその反対側でですね思い出を持てない人生を過ごさなければならない若者がいるとしたらこのバランスを果たしていいんだろうかと思っちゃいますね。と同時に今回起きた戦争も結局は戦場に行くのは20代の若者なわけですよ。そして爆撃にささられるのはもちろん ご老人もいるかもしれませんけども未来ある若者でありそれからまだ何の罪も犯していない何の挑戦もしていない何のいさかいも起こしてないお子さんだったりするわけでしょうむしろいろんな人生の中で間違いやいさかいを起こしてきたまあ人ね聖書の中にもありますけども人間は年を取れば取るほど間違いを積み重ねていくんだだから もっともっと若い人には嫌いあの何寛容にならなければならないみたいな、ね、一説があったと思いますけどもどちらかというと逆になってるんじゃないかなと思いますね。